肩甲骨下部がゾーン1、上部がゾーン2、それぞれ行ってください。ローラーに背中を乗せ、両手を首の後ろに組み、膝を曲げて上下にゆっくり5から6往復ローリングします。次に止まった状態で左右にゆっくりと5から6往復動かします。擦るように行います。ゾーン2も同様、息を止めないように気をつけましょう。